トコムスクエア TV 第2部は金についてです、はい、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんに今日は解説をお願いしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、これから先に結論を言うことにしまして、はい、今日何が言いたいかってことを先に言いたいと思います。うん、ただし今朝ほどっていうか昨日からですね、うん、サウジアラビアの攻撃が加わったんで、はい、今日5番、ここに書いてある5番目っていうのを付け加えたんですけれども、うん、4番目までは昨日までの話だったんです。ですが、はい、最初からいきますと、うん、価格があまりに高くなっちゃったんでですね、世界的に需要が減少しておって、うん、世界中のその宝石店には、買い取りっていうかその過去に買ったやつを売りに来る人が多くなっちゃってて、はい、どういうことかっていうと需要と供給で言いますと需要が減って供給が増えちゃってるという状況が後から申し細かく申し上げますけれども、うん、世界中で起こってると。はい、でまあ投資家は利食い傾向になっておって、ファンドのネット改ざんは、うん、8月末にピークで先ほど見ましたように今回急減してますということなんで、うん、どちらかというと特にトランプさんが中国の貿易協議を、最初は9月末って言ってたの10月になりそうなんですけど、うん、まあ中国習近平さんももう歩み寄りの姿勢を見せてまして、うん、なんだかんだその大豆の関税をやめたりいろいろアメリカに媚びを売ってるというか、うん、まあ、時間の問題で米中貿易協議は、うん、なされて関税は引き下げると思われます。うん、そうしますと株価が暴騰するわけですね。うん、そうしますと金価格が暴落しますというところまでは昨日の話だったんですけど、うん、はい、ただし地政学的リスクで、うん、今日は金が急騰してまして、はい、まあ、原油も急騰してますけど、うん、地政学的リスクが起こったってことで金が、うん、株価が下がって金が上がってますという話でございますと。はい、で地政学的リスクは半年は続かないと思いまして 2,3 ヶ月続くかもしれません。うん、それ以上はあまり一時的なスパイクになって終わっちゃうだろうと思ってますけれども、はい、その、まあ、今後の情勢がはっきりして分かんない、まあ、戦争にでもなれば全く問題は違うんですけれども、このまますんなりと、修正されるようであれば、金価格は、まあ、あんまり高くはならないだろうと。今日は上がりますけれども、まあ、売り時かもしれませんね。原油価格も当然ここ数ヶ月で売り時になりますということでございまして、うん、将来的には金も下落して、原油も下落するだろうというのが今日の結論でございます。はい、じゃあ、はい、中身をですね細かく見ていく前にですね、はい、もうちょっとありますけどね、はい、もう一つありますか、もうちょっと結論のところですね、はい、結論、はいはい、アメリカの景気あまり悪くないというのは、はい、実体経済的には自動車の販売が良くてですね、うん、それでPMI ってやつが世界的に後で出てきますけれども、はい、PMI が非常に悪いと、つまり心理的な状況で悪いということですから、その心理的なところがどうなるかということなんですけども、金につきましてここでは述べますと、マイナス金利は前も言いましたようにずっとこれから続きますので、マイナス金利だと預金を引き下ろす人が多くなるだろうと、そうと金に向かう資金が多くなるんで、将来的にはなだらかに上昇するかもしれませんと。難しいですね、どっちなのか分からなくなっちゃったんですけど私上がって下がるという、はい、いや今上がったから下がってその後上がっていくという話ですね、ということが結論です。はい、はい、ではここで、はい、日産証券からお知らせです。日産証券では株式投資信託債券株価指数先物取引から商品先物取引外国為替証拠金取引株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では対面取引オンライン取引コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。さあ、はい、それでは、そうですね、需要が減ってるってところを先にご説明しまして、はい、これインドと中国の金融減少中、前回2週間前にちょっと出したやつなんで、はい、2度目ですけれども、うん、この山形見ていただければ、5月ぐらいはものすごく輸入量は、インドの金の輸入量は多かったのが減ってますよね。うんうん、逆に言うとインドの人たちは4月5月にたくさん買って、
価格上がる前に買ってますね。うまいことやってますね、はい、現在売ったら大儲けですねってなことをやってますと、うん、ですから現在需要がものすごくベタベタになっちゃってますと、はい、中国の金の輸入量も、ものすごく下がってまして、うん、高くなるとどこも買わなくなるっていうのは普通ですね、はい、タイのものも輸出が多くなったっていうのはタイの国内で古くなった金を持ち込む人が多くてそういった買い取りの金、はい、買い取った金を輸出している。どこにっていうとスイスとイギリスですね、うん、スイスとイギリスは常時買い取りますから、はい、こちらの方に輸出をしてますと、うん、輸入の方は新しい販売の方は悪いですというのがタイ。オーストラリアも輸出がちょっとあまり見えませんけども、うん、輸出オーストラリアって金の 産金国ですから、うん、はい、ここから輸出をいろんなところにしてますという話ですね。だけど、うん、上半期はあまり多くなかったってことですね。これからだと思いますけど、ね、オーストラリアの輸出が減ってくるのは、うん、それからアメリカなんですけども、はい、アメリカは金の輸出国だったネット輸出国だったってことは、まあ金の鉱山もありますからね、はい、当然輸出国かもしれませんがあまり認識してなかったんですけども、その中の金の化合物っていうのはまあ材料ですね、金の材料が減ってますということで 93% ですから全く半減ですね。これちょっとは分かりにくいですけど、あの一番右のグラフのところで急減にしてますっていうことですね、はい、金地金ドール、はい、ドールってのは金のなんていうか、うん、あまり 99% ぐらいの低品位の金の溶かし直したやつですね、はい、それがブルーのやつですね。そうですね、はい、あのアメリカでは金の指輪とかいうのはだいたい14金が多いんでですね、うんうん、18金とか20 24金ってのは柔らかすぎてダメってことですか。14金つまり低品位の金が多い、うん、それを溶かし直したやつはドールとかになるわけですね、うん、はい、はい、半導体の需要が減少しているよというグラフが右側で、半導体の販売額ですか、非常に下がってまして、まあ、上の方の世界販売額が茶色いグラフ、伸び率が前年同期で非常に悪いですね。ということが、まあ、近畿線の需要が減っているということですね。アメリカからは、まあ、大量の半導体のスクラップが出るんですけどね、はい、まあ、そういったものも減っているかもしれませんね。ということでアラブ首長国連邦も金の需要が減ってますよということで、うん、これはどうしてですか。当然うん、まあ、次に書いてあります 5% の付加価値税ってのを入れた、うん、まあ、日本も 10% になりますけども、うん、アラブは0から5になったんですね、はい、これが一番大きくて、うん、金の宝飾需要が黒い線棒グラフですけど減ってまして、投資の需要も減ってますということですね。インドから買いに来る人が多かったんですけど、インドから最近来なくなって、まあ、全く減ったわけじゃないんですけども、ロシアとかアフリカ人の、中近東アラブ首長国連邦、ドバイへ来る人たちが減ってますということで、それから買い物が減ってますということですね。贅沢品だから手控えましょうっていうことになっちゃうわけですね。高景気じゃない、バブルはじゃないってことですね。あの旅行客は来るけれども投資する買い物する人が少なくなったということが UAE の状況ですね。 UAE はアラブ諸国連邦は、いわゆる観光客用に宝飾品を作ってますからね、はい、ですから、あ、なるほど、自国で消費するというよりは、ね、お土産というようなものですね。インド人が多いんですけどね、はい、インドで買うよりは安いからですね、はい、はい、5% 減の見込みと、うん、まあ、原油価格、これは今回原油価格が高騰する前ですけれども、はい、その14年以降、まあ、原油価格が低迷しているので、うん、経済が低迷してまして、はい、なかなか立て直せないということですね、うん、このような状況で金がなかなか売れないから、それから売却が多くなったから、うん、UAE も売却が多くなってまして、タイと同じように、ですから、そういったものが供給を増やしてますと、金の供給を増やしてますと、はい、そういうことですね。中身を見てみると、まあ、こういう各国こういう状況になっているということですね。そうです。ですから実情、金の価格が、はい、需給で動くとすると、うん、どうしても下がるとしか言いようがないですね、うん、ただし地政学的リスクみたいな心理的なものが時々ありますので、はい、金価格は需給だけでは動かないと、ただ、うん、ワールドゴールドカウンシルは金は完全に需給で
過去は動いていたと言ってますね。はい、ということで第2部金について解説をしてもらいました。はい、さあ第3部は原油です。はい、いよいよサウジアラビアでございます。はい、その影響はどうなるのか、はい、心配なんですけれども今朝から 半日かけて、はい、レポートを作りました。はい、せっかくしつこいです第3部原油について、では一旦失礼します。はい。